コン味噌は湯田家土建でございます。今回もこちらズドーンコンパクトのテスタジオにでかよっ、はい、あいた。はい、すいません。ということでクルトロンのボックスね、クルトロンシリーズのラルオーパードライブ、こちらと JCM の800、これで遊んでまいりたい、このように思っております。はい、ということで今回初めて見た方のために、まあ、毎回説明しておりますが、JCM の800をメインアンプとして、ボードを組みて組みて組みてということで、今それが裏テーマとしてありますので、ここにね3つぐらい、歪みのエフェクターを入れていきたいね、それを吟味する回でもございますということですね。はい、でね、これ残念なことにね、このデュアルオーバードライブでかすぎて、収納できておりませんね。なのでこちらが良かったとね、 JCM800 と非常に相性が良くてこれを使いたいね、こう思った場合はここを整理しないと、整理しても入るかなって感じですけども、ね、頑張っていきたい、このように思っておりますね。どうなることでしょうか。まずはですね、ただこのフットスイッチ見えないんですけど、この下にねこれあるんでね、今入っておりませんからね、 JCM の800、ね、のみの音お願いいたします。せいせい、ね、今入ってませんから、じゃあこれも入れてね、じゃあオンしていきましょう。ほら入ってないでしょ、ね、入ってない、いきます。こう押すの難しい、これ下から、うん、押します、オン、入りましたよ。
気持ちいいなこれ。やばい、でも入んないぞやべえな、気持ちいいなこれ、合うな。やばい、始まって早々まだね7、8分しか経ってない。やばい、これはどうしよういや困ったなこれ。じゃあちなみにこっちはね、同じものが2つ入ってると思ってもらえればいいと思うんで、ここはあんま関係ないんで、これね、ブーストさせるときとかにね、使いますから。うん、今日はこっちはいじりません。だからゼロにしとこうか。両方ともね、わけわからないからね。はい。だからこれ半分にしてくんねえかな。1個でいいから。そしたら入るのにな。これやりすぎだね、痛い。
決まり、これちょっと上げてみるか。これの方がいいな。これはいいや。逆にしてみる。せい、オッケー、もう終わろう。これで、A、うん、これでいいです。え、良いね、これ参ったね。参りましたね、良いですね。いやー、まあ予想はちょっとしてたけど、まあいいや、とりあえず全体と比べましょうかね、いつもの通りね。これ見えないですけど、すいませんね。まず1番だからね、ネイタスからいきましょう。ネイタス。電池切れですせい、はい、すいません、電池入れ替えました。これのね、ワイヤレスの、はい、ということでネイタスからいきましょう。ネイタス。A45 いきます。 A45M プロ。そして今回のボックスボックスボックス。
わろうかさあ困りましたねという回ですねこれはね結構やっぱねなんだろう、oh、JCM800 のをそのままプッシュするにあたってですね、まあ、いろんなブースターだとかなんだろういろいろやってきましたけども、なんかねそのままなんだろう路線が変わらずにっていうか、目が荒いまま、歪みがアップしていく感じで、もともと何て言うの荒っぽい歪みなのでこの方がなんかこう800と相まってねなんか非常にいい方向に向かってる気がするので800特に、今までの中で、800は特に相性がいいかもしれないですね。これもねやっぱ900でやった時が気持ちよかったんですよ、でもね900より800の方が気持ちいいかもしれないんですこれに関しては。もじょもじょはね900に軍配が上がりましたが、これに関してはね800の方がねいい気がします。すごく、900もちろんすごく良くてね感動しましたけども使った時に800いいね。これどうしたもんかな、これ大きいなまあ考えますちょっとね、まだうちにね、コンパクトたち控えておりますので、ここと近くはないんですけども、ちょっと似たようなイメージを私が持っているのが、YouTube スクリーマー、まあ、ちょっと方向性違うけどでもなんかね似たような音確か出たと思うんだよな、覚えてないけど、しかもあっちはなんだろうクリーンの音をね生音混ぜれますので、その分音も太いし、ね、どうなんだろうちょっと分かんないけど、まあ最終的にここに入れる場合はもう考えますわ、ね、考えるしかないけどねそれはね。はい、すいませんということで、まあすごく良かったです。はい、終わりましょうかね。で今回も長時間のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録並びに高評価をよろしくお願いいたします。お願いしますよ。はい、ということでまた次回お会いいたしましょう。終わりましょう。おしまい。バイバイ。